はい、どうもブラッドです。7月5日金曜日、今日のエンゼルスやっていきましょう。はい、まず昨日9回の打席でファールを打った際に手首を痛めてしまったというレンヒーフォですが、今日になって少し痛いと話しています。で、 X 線の検査は異常はなかったです。ただより詳しく見るために明日 MRI 検査を行うということです。まだね、 IL にも入ってないんですけど、まあ明日次第ですね。 MRI 検査で全てがはっきりすると思うんで、とにかく軽症であることを願います。そしてトラウトですが、トレッドミルでジョギングを開始しました。で、さらに今日は T 打撃も行ったということです。先日トラウトは7月中に復帰できたらいいなと話してましたが、この先も順調にいって、もうぜひね、今月にトラウトの姿見たいです。さあ、そして今日の試合なんですが、0-5、また2戦連続で完封負け。これでこのカードスイープ返されてしまい、エンゼルスは4連敗。これはやばいにも程がある。もう下位チーム相手に1個も落とせない状況なのに負けるどころかスイープ、これはやばすぎるね。いよいよエンゼルス本当に厳しい。なんとかレンドンとトラウトが帰ってくる頃にチーム状態いい感じにしておきたかったんですけど、いやー、このねスイープは本当にまずい、萎える、辛い。またあんまりいいところがないっていうのがね、まあ昨日よりも今日はね、ファインプレーとか守備は良かったけど、まあ相変わらず打てない。で、ピッチャー打たれる、フォアボール多すぎ。マジでオークランド嫌いになりそう。まあもう言ってもしょうがないし、前向くしかないんですけど、明日ね、もう相手も場所も変わるんで、ぜひ早く7月1個勝って、そっからなんとかね、いい流れ持ってってほしいですね。まだ僕はミラクル信じますよ。レッツゴーエンジョス。まず1回の裏、エンゼルスの先発コントレラスの立ち上がりなんですが、いきなり先頭 JJ ブレイでセンターへ大きな当たり放つんですが、これを今日センター入っているピラ、もう見事というほかないホームランキャッチ。いやー、ベテランの動きじゃないですね。いや、ファーストプレイこれで始まったんで、なんか今日いける気がしましたけどね。昨日までの嫌な流れを断ち切った、そんな気がしましたけど、これでも勝てないのかと。ほんと今日は連敗止められなかったのは辛かったです。そして2回にもいい守備ありました。先頭カイル・マッキャン、まあ、ヒット性のね、1・2塁間を襲う速い打球なんですが、これドリューリー飛びついてナイスプレー。まあ昨日ね、ダニエルの送球を取れなかったっていう良くない守備あっただけに、今日こうやってドリューリーのはつらつとした素晴らしいプレー見れて僕は嬉しかったです。でもこれでも勝てないのかと。結局勝ってなんぼなんでね、そこは明日以降に期待します。そして直後、3回のエンゼルスの攻撃、お相手先発は左の JP シアーズだったんですが、1回2回は三者凡退。ただこの回は先頭のネト、まあ、左に強いネトなんですが、期待通りライト前ヒット。で、その後アデルはフォアボール、さらにピラーのデッドボールで2アウト満塁まで行ったんですが、ウォードはセンターフライ。ここぜひ左キラーのピラーかウォード、どっちか1本欲しかったとこですが、まあ残念ながらそうはいきませんでした。ちなみにこの回、アデル10個目の盗塁を決めましたんで、今シーズン2桁ホームラン、2桁盗塁達成です。まあ僕は30発30盗塁ぐらいはできるポテンシャルあると思うんで、もっともっとやってほしいんですけど、まあまずキャリアで初めて2桁を達成できたっていうのは自信になるんじゃないかなと、誇ってもいいんじゃないかなと思います。これからも頑張れ。そしてその裏ですが、まず先頭8番バッターブレッド・ハリスにフォアボール。1回2回でいい守備出てますし、ここいきなりフォアボールはやめてほしかったですね。で、次のシューマン、いい当たりなんですけど、これもアデルランニングキャッチナイスプレーなんですけれども、次の JJ ブレイでまたフォアボール。いやー、コントレラス急に崩れましたね。そしてアンドゥハーにはレフト前へタイムリー。まあこれ追い込んでいて内角にいいフォーシームだと思うんですけど、詰まりながら持っていかれてしまいました。で、さらにウォードがこれちょっと後ろに反らしてしまって、ランナーそれぞれ進塁。まあ得点は免れなかったと思うんですけど、1塁2塁が2塁3塁になるの大きく違うんで、このミスは大きかったですね。
で、さらに続くバッタールッカーには三遊間抜かれてタイムリー。そしてソダーストロムは犠牲フライト。まあ、ウォードのミスがなければこの3点目なかったかもしれないですね。で、さらにその後フォアボールを出したところでピッチャーのコントレラスは交代。これは結構勝負にいった系統だったと思います。まあ、コントレラスこの回フォアボール3つ目ですし、で、いい当たりもあったんでね、これ以上はまずいなという判断に至ったと思うんですけど、ただ本当は先発もっと投げてもらいたい。今エンゼルス13連戦が始まったとこですしね。にもかかわらずここストリックランドで火消しに行ったっていうことは、当然この後打線の逆転を信じてこの試合を勝ちゲームにしようという決死の継投だったんでしょう。ただそれが結果的には実らなかったっていうのが本当に辛い。ブルペン酷使したことになるんでね。これ当然僕は系統は悪かったとは思ってないです。むしろ勝負に行ってくれてよかったなとも思うんですけど、まあ結果がついてこなかったと。それが残念だったなっていうとこですね。そして4回にもファインプレー。2アウトランナー1塁で JJ ブレーデー。またセンターへいい当たり打つんですが、これもピラーダイビングキャッチでナイスプレー。いや、これ抜けたらまた1点ですからね。ここも得点を阻止するピラーの好守備。で、また打ったのはブレーデーっていうとこで、まあ、ちょっとついてなかったですね、お相手は。そして6回の表、お相手は JP シアーズからオズバルド・ビドに変わっていたんですが、ここデッドボールとフォアボールで2アウト1塁2塁のチャンスを作ります。そしてネト、これ打った瞬間ファールかなと思ったんですが、ファーストのソダーストロム後ろ向きでナイスキャッチ。ここはお相手の好守備にやられました。そしてその裏、ムーアがマウンドに上がるんですが、先頭ゲロフにフォアボール。で、さらに盗塁とキャッチャーオハッピーのパスボールでノーアウト3塁。で、さらにバトラーフォアボールでノーアウト1塁3塁のピンチ。次のバッターハリスは浅いセンターフライに抑えるんですが、次のラストバッターシューマン、ここセーフティースクイズ決められてしまって4点目。まあなんといってもフォアボールですね。去年あれだけ安定してたムーアなんですが、今年はピリッとしません。ここも痛い追加点を許しました。そして8回、7回からマウンドに上がっているホセマーテ、またここ先頭でフォアボール出しちゃうんですが、バッターゲロフのところで1回オハッピーが弾いてしまうんですが、後のカバーが早くセカンドでアウト。いや、これ無駄のない動きで良かったですね。で、ゲロフも三振で2アウト取るんですけど、バートラーにホームラン。これが今季第4号なんですが、このカードで2本目のバートラー。まあこれもど真ん中のフォーシームなんでね、打たれてもしょうがなかったでしょう。ただこの時のセンターのピラーの動きもえぐかったですね。もうほんとまた取っちゃうんじゃないかっていう惜しい動きでした。今日お相手に完敗しましたが、こういうベテランのこう献身的な動き、守備、これすごいいいなって思うんで、ぜひこういうとこからチームにいい影響がいってくれたらいいなと思います。今日ヒットを打ったのはシャニエルとウハッピー、そしてネトにドリューリー、すべてシングルヒットで、フォアボールも2つだけで、デッドボールは3個あったんですけどね、得点に結びつけることはできずと。まあ厳しい攻撃ではあったんですが、まあ明日はね、また違う打線が出てくると信じるだけです。本当に明日こそ頑張ってくれ。全体に言いたいのはフォアボール多すぎですね。トータルで9個でみんな出してる。ちょっとのイニングでもヒットは相手もこっちと同じ4本だけなのに、でこっちは再三いい守備もしてるのに、なんで打たせない、簡単に出塁許しちゃう。ちょっとそこが今日は気になりましたね。こういうところから攻撃にもリズムがいかないんじゃないかなっていう気もします。まあ相互に作用してますね。打線が点取らないから一発長打を避けるように慎重にいかなきゃいけない。どっちも良くない悪循環に見えるんで、まあぜひ明日投打ともいい投打が見たい。本当にエンゼルスお願いだ、早く連敗止めてください。さあ明日からお相手のホームリグレーフィールドでカブス3連戦。リグレーフィールドでは5年ぶりのエンゼルス試合となります。まず初戦、絶対取りたい初戦、エンゼルス先発はキャニング、お相手はエースのジャスティン・スイール。
キャニングは前々回アスレチックスで7回1失点良かったですし、で前回のタイガース戦もまあほぼほぼ概ね良かったんで、明日も同じようにいい投球してくれると信じます。で相手のスティール、いやー手強い。まだ今年勝ち星ありませんが防御率 3.2 で最近も非常に安定感のある投球続いてるんで、いや明日もね打線は厳しいと思いますけども、けどカブスはチームとして決してね好調ってわけじゃないんで、なんとしても勝ちましょう。で明日取れば先発のマッチアップ的に2戦目3戦目スイープも十分取れる可能性あるんで、絶対に明日キャニング投げ勝ってほしいなと思います。で明日日本時間3時20分から3日連続で試合なんですけれども、当然実況配信しますんで、ぜひ一緒に応援しましょう。はい、ということで今回の動画は以上といたします。ご視聴誠にありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。レッツゴー、エンジョー、さよなら、バイバイ。